茨城県を自由気ままに自分のペースで探検していく茨城ダラダラ探検隊隊長のリュウでございます。おー、いいね。チャンネル登録よろしくです。つくば市を走っております。深夜なんで真っ暗なんですけどもね。はい、つくば市矢田部付近を走っております。今日はですね、いろんな撮影の時に何回も通り過ぎながらですね、外観のみ紹介してきました。ラーメン山水さんに向かっております。山岡屋矢田部店とか銀だこつくば矢田部ドライブイン店とかのね、動画でこう通過しながらですね、紹介だけしてきたんですけども、はい、ただいまラーメン山水さんを通り過ぎますみたいな感じでね、はい、紹介だけはしてきてるんですけども、今日はねちゃんとラーメンを食べていきたいと思います。はい、余談ですけどもね、あの銀だこつくば矢田部ドライブイン店さんが、まあ、2022年3月8日にオープンしたんですけどもね、動画にもさせていただいてます。もしよかったら見ていただきたいんですけども、はい、その2ヶ月後5月8日、この前ね日曜日なんですけども、通り過ぎたんですよ。そしたらね、並んでましたね。まあ日曜日っていうのもあるのかもしれませんし、もしかしたらねお昼時だったんで、まあ、混む時間帯だったのかもしれないんですけども、まあ2ヶ月経ってもね並んでるということで、まあ良かったんじゃないでしょうかね、あそこにねオープンしてね。はい、余談でしたけども、今日はラーメン山水さんでラーメンを食べていきたいと思います。まずはね、スープからいただきます。好きな海苔です。グッグッド。グッド。
しい。なんか懐かしいね、味がするんですよね。すごく美味しいです。うん、はい、じゃあね、高菜を入れてみます。それで高菜を入れたところを食べてみます。うん、味変成功ですね。グッド。うん、あ、グッ、美味しい。グッド。隊長龍の勝手に CM ソング。つくば名物ラーメンさん水。